人の命を奪った場合、平均的に10から15年の刑期になることが多い。そんな中、元 J リーガーという憧れの職業でありながら、懲役30年というとんでもない長さの懲役を食らった者がいる。上村翔。1989年3月29日生まれで神奈川県相模原市出身。ポジションはフォワード。小学校1年時からサッカーを始める。大学は専修大学に進学し、2008年 AFC アンダー19選手権予備登録、全日本大学選抜、2009、2010年関東選抜メンバーにも選出され、2011年水戸ホーリーホックとプロ契約した。翌年からはシンガポール S リーグのアルビレックス新潟シンガポールへ移籍、インド I リーグのシロンラジョン FC へ移籍。2013年8月JFL の FC 町田ゼルビアへ移籍して、同年限りで現役を引退している。プロとして特に輝かしいキャリアを築いたわけではなかったが、見た目は爽やかなこともあり、女性ファンも多かった。しかし引退後は思わぬことで現役時以上に注目を浴びることになる。一人暮らしの女性の住むマンションに侵入し乱暴したとして、神奈川県警捜査一課と相模原南署などは住居侵入と強姦致傷の疑いで上村翔を逮捕した。上村の実家がある相模原市南区の小田急線相模大野駅周辺を中心に、2009年以降同様の手口の被害が少なくとも10件発生していた。上村の引退は2013年。もしもこれらの事件の犯人が上村であれば、J リーガー時代から女性を襲い続けていたことになる。警察はこれらの事件を追及したところ、埼玉県や東京都でも起きたものを含めて上村が女性を襲った事件は8件あることを立証した。上村の手口としては、町で女性を物色し住んでいる家などを特定、その後マンションの玄関ドアを手当たり次第触れて無施錠の部屋を探していた。そして開いた玄関を見て女性物の靴などを確認すると、そのまま侵入し女性を襲っていたのである。逮捕につながった事件でも女性は無施錠のところを上村に侵入されている。侵入した後は女性の顔を殴り脅して恐怖させる。その後は縛り上げてタオルなどで目隠しをした上で性的な暴行を加え、最悪なことにその様子を動画で撮影していたのである。今まで被害者が泣き寝入りしていたのは、動画を撮影されて上村に脅迫されていた可能性が高かった。起訴された8件の犯行はどれも手口が一緒であり、あまりにも手際が良く慣れた犯行だったため、警察は上村が犯人の事件はまだあったかもしれないと推測している。人命こそ奪ってはいないが、少なくとも8人もの罪のない女性を絶望に追い込んだ所業は到底許されるものではなく、横浜地裁は上村に対し求刑通り懲役30年の判決を言い渡した。裁判長は同種の事案と比べても極めて悪質な犯行と発言。刑法では刑期3分の1経過で仮釈放することができるとの記述があるため、最短10年経過で仮釈放は可能だが、現実的にはそういう例はほとんどなく、刑期8割を終えないと仮釈放がないのが普通。つまり上村は短くても25年は刑務所で過ごすことになるのは間違いない。判決時点で27歳の上村がシャバに出てきた時には50代になっている。今まで生きてきた年数よりも長い時間を刑務所で過ごすことになるのである。裁判には上村が現役時にファンだった女性も傍聴に来ていた。ファンレターで上村に真剣交際を申し込んだことがあるほどの熱狂的なファンは、有罪判決に肩を落とし、プロ入りする前から大好きだったので自分のことのように辛いと泣き崩れた。またそのファンが言うには、彼には4年ぐらい前ドーピング疑惑があったので
その副作用じゃないかと思ってます。翔くんと親しくしていたシンガポール人のチームメイトがドーピング疑惑で追放されたことがあって、上村もやっていたのにって言ったんですが、そのシンガポール人は精神を病んで翔くんと同じような事件を起こしてるんです。私は翔くんのドーピングなんて信じていませんが、もしかしたらそのせいかなってとのこと。ドーピングの乱用で精神が錯乱するのはよくある副作用の一つであるが、今回の事件は常習性、計画性も感じられるもので、錯乱状態で行われたものとは考えられず、仮に上村が何らかの違法薬物をやっていたとしても、その影響による犯行ではなく、裁判の過程でも上村の薬物疑惑といったような話は出ていなかった。上村を知る人によれば、インド帰りで様子がおかしくなっていたという。上村はレベルの高いヨーロッパで活躍したいという夢があったが、受け入れてくれるチームはなく、妥協してアジアのチームを転々としていた。しかしインドの後は所属先がなかなか決まらず、相当に落ち込み、ある時はビール瓶を民家の壁に投げ当てるほど自暴自棄になっていたという。また上村の元チームメイトによると、上村はイケメンで女性にモテそうな風貌だが、実際には美少女アニメ魔法少女まどかマギカの曲を会場 BGM に流すほどの美少女アニメ好きで、そういう DVD もよく見ていたとのこと。18禁のアニメが大好きだったらしく、両辱者という相当にハードな内容が好みだったらしい。また仲間同士で一緒に夜のお店に行こうとなった時も、上村はそういうの苦手といかなかったり、どことなく内向的な感じだったという。最後に今回の判決を聞き、この元チームメイトは上村のことが残念だとか嘆く以前に、被害者女性がかわいそうすぎて同情できない、二度と社会に出てこなくていいと思うと突き放した。強姦事件は深刻罪のため、上村による実際の被害者はもっと多いのであろう。それが懲役30年という重い刑罰につながった。後半で弁護士は必死に再犯の可能性は少ないと主張していたようであるが、何を根拠にそんな主張をしているのかわからない。怖いのが、懲役30年とはいえ上村は若いので50代で出所してくることである。元プロ選手というだけあって刑務所での健康的生活もあり、50代でも活発に動くことができるであろう。すでに全てを失っている上村が出所後にどんな行動をとるかは誰でも予想がつくのではないか。30年分の欲求不満を抱えた野獣を解き放つと考えれば、一般市民にとってどれだけ恐ろしいか。一生目を離すことなく監視してもらいたいものである。